ペンティアムプロはインテルが1995年11月に発売した X86 アーキテクチャのマイクロプロセッサである。P6 マイクロアーキテクチャを採用した最初の製品であり、X86 プロセッサとしては初めてディスクプロセッサに迫る性能を実現した。主な用途は、ローエンドサーバワークステーション、ハイエンドデスクトップパソコンなど高度な処理を必要と、 する環境下で利用されたペンティアムプロはペンティアムという名称が付けられているが内部構造は P5 マイクロアーキテクチャのペンティアムとは完全に異なり P6 マイクロアーキテクチャを採用した最初の CPU である P6 マイクロアーキテクチャはリスクの設計思想を取り込み X86 命令を複数の単純化した命令に分割して実行する また、命令発行ポートを5つ持つスーパースから構造を、多段パイプラインを効率よく動作させるための分岐予測といった先進技術を採用し、32ビットコードでは同クロックのペンティアムを大きく凌駕する演算処理速度を実現した。ペンティアムプロは2次、キャッシュメモリにアクセスするための内部バスをメインメモリにアクセスするための外部バスから分離し、 CPU コアと等速度で動作する二次キャッシュメモリを CPU コアと同一のパッケージ上に搭載した。外部バスにフロントサイドバス、内部バスにバックサイドバスと個別の名称を与えてバスアーキテクチャを解説するのは後継の Pentium2 からで Pentium Pro が発表された当時はこの2つを合わせてデュアルインディペンデントバスと呼称していた。DIV の導入により 頻繁に発生する二次キャッシュへのアクセスが低速な FSB に立足されることを回避し、二次キャッシュとメインメモリへの同時アクセスも可能となり、メモリアクセスで CPU の動作が阻害されることを提言した。新しく開発されたソケット8に装着する CPU パッケージは、CPU とは別に二次キャッシュメモリのチップを搭載し、巨大な長方形の形態をとっていた。 CPU 自体のトランジスタ数は550万個であったが二次キャッシュはその数倍ものトランジスタ数であった。後年発売された二次キャッシュメモリー1メガバイト版の Pentium Pro は5 1 2イトのメモリジップ2枚と CPU コア1枚の3チップ構成となっている。Pentium において、除算において、計算結果を誤ることがある致命的なエラッタを起こし、 その対策として、全数リコールを行った反省から、P6 マイクロアーキテクチャは、マイクロコードの一部をソフトウェアで書き換えられるようになっている。Pentium Pro 以降の CPU で発生したエラッタは、過去わかっている範囲において、BIOS やオペレーティングシステムを介して供給される、暗号化されたコードブロックを CPU に書き込むことで回避している。また、 整数乗算が4サイクルのパイプライン実行が可能になったほか、多くの命令で Pentium より高速化している。Pentium Pro のモデルは CPU コアのクロックおよび2次キャッシュメモリの容量により区別される。Intel から Pentium Pro 用に以下の3種類のチップセットが提供された。蒸気以外の独自チップセットを使用して、 4CPU を超える SMP を実現したシステムも存在した。200MHz2 次、キャッシュメモリ 256KB の Pentium Pro を搭載したシステムはスペシント958.09スペシフップ956.75を記録した。これは Pentium Pro 発売時に最速の Pentium であった1 3 3ヘルツの Pentium を搭載したシステムのおよそ2倍の 性能であった。当時のリスクプロセッサとの比較では、従来はリスクプロセッサの領域と考えられていた整数演算性能を実現し、不動小数点演算においてもリスクプロセッサの性能に近づいていた。2000年6月にはインテルで開発したアスクレットが9632のペンティアムプロを搭載し、最大理論性能で3.2とフロップスの演算速度により、 スーパーコンピュータのトップ500の第一位に輝いた。Pentium Pro は 32bit コードに特化した。設計のため、16bit コードの実行速度においては、Pentium に劣り、ほとんどの場合、200MHz の Pentium Pro は 133MHz の Pentium より遅かった。Pentium Pro の発売当時のデスクトップパーソナルコンピュータは、 Windows 3 X 上の1 6ビットアプリケーションから Windows 95上の3 2ビットアプリケーションへの移行期であったが、3 2ビットアプリケーションの実行速度においても、Pentium Pro は Pentium に対して Windows NT 上ほど、Windows 95上では大きな差を示せなかった。このような問題自体は、マイクロアーキテクチャの切り替え時には珍しいことではなく、 同じような問題はインテル486から Pentium へ、Pentium3 から Pentium4 への移行時にも発生したが、特に Pentium Pro の場合は象徴的な特徴となり、実際に Windows NT モデルばかりが出荷され、当時主流だった Windows 95プレイインストールモデルがまず見られないほどの明確な差別化が発生した。サーバー。 ワークステーション向け CPU として発売され、主に以下の用途の製品に使用された。Pentium Pro は Windows 95をインストールしたデスクトップパーソナルコンピュータ向けに使用されることはほとんどなかった。この用途では Pentium、Pentium Pent MMX が使用された。Pentium Pro は CPU コアと二次キャッシュメモリを同一のパッケージ上に搭載したことが足かせとなり、 不止まりが悪く、製造コストは高止まりした。この問題を解決するため、後続製品の Pentium2、セレロンではパッケージ形状が変更され、ソケット8の代わりにスロット1を使用した。結局、ソケット8に対応する CPU は Pentium Pro とそのオーバードライブプロセッサー以外には発売されなかった。p e n t i u m II は16ビットコードの処理速度を ペンティアムプロより改善し、MMX をサポートしていた。ペンティアム2が登場すると、デスクトップパーソナルコンピュータ用のペンティアムプロは、ペンティアム2によって置き換えられた。しかし、ペンティアムプロが 4CPU までの SMP をサポートしていたのに対し、ペンティアム2は 2CPU までのサポートであったため、ペンティアム2の登場後も、 サーバ向けには1998年6月に Pentium 2G On が登場するまで Pentium Pro が使用された。Pentium Pro システムをアップグレードするためには以下の手段があった。ありがとうございます。